はい、こんにちは。このビデオは2020年の2月に、当時僕パキスタンのイスラマバードにいたんですけども、そこで友達の家に遊びに行って撮った映像です。今映ってるのはクジャクですね、ピーコックです。で、そもそもなんで僕がパキスタンにいたかなんですけども、小中高の一貫校で音楽の先生をしてました。で、なぜか数学を中等部の1年で教えて、で、情報技術を高等部の1年で教えるという極めて意味不明な教師生活です。はい、今七面鳥をおちょくりまくっている黒ずくめの男なんですが、僕の友達のジャバード君と言います。ジャバードはインディペンデントの映像作家なんで、あちこち出かけて行って映像とか撮るんですけど、出かけて行ったついでに居住地も変えてしまうという必殺技を持っていて、もともとラホールの人なんですが、ちょうどこの頃はイスラマバードの東側にあるサードアベニューとかカイリアザム大学とかあるあたりのエリアにステイしてました。 Yes, he don't like it and you're close。はい、ランチタイムです。この左側に映ってるパンはちょっと分厚そうに見えるんで、多分ナーンだったんかなと思います。ただパキスタンってね、ナーンよりもチャパティとかローティっていうもっと薄いパンを食べることの方が圧倒的に多いんですよね。でもこの日はナーンが出てきました。で、右側に映ってるのはひよこ豆です。現地語でチャナと言います。パキスタン人って肉ガンガン食べるんですけども、タンパク質は豆からも取りますと。日本人も大豆食べたりするじゃないですか。ただパキスタンって大豆ほとんどないんで、ひよこ豆、チャナ、もしくはレンズ豆、ダールなどを食べますっていう感じなんですね。Because we love dogs, man. 今ね、ジャバードが Because we love dogs, man って言ったでしょ。犬好きやねんって言ったんですよ。で、そのコメントをあえて入れたくなる心理とはどういうものかってちょっと考えてみたんですけどね。多分犬という動物がパキスタンではあまり好かれてないらしいんですよね。うんこしたり毛を落としたりするでしょ。で、その辺の不潔さがイスラム教徒的な心情からするとどうもいただけないと。あと、まあ単純な話、全体的に所得低いじゃないですか。だから犬なんか飼ってる余裕ないんよっていう人がほとんどなんですわ。だからその辺でアンポピュラーなんちゃうかなと。で、そうした中にあっても、この農場ではこんなにたくさん犬を飼ってるんやでっていうことを言いたかったんかなと僕は思います。